はい、立花ステークスということでね、やっていきたいと思います。秘密結社笛亀総帥発注でございます。こちら京都の10レースですね。まあ、3歳のリステッド競走芝 1400m 戦ということでね、まあ、どれだけね、NHK マイルカップに出れなかった馬たちのレースかなみたいなね、まあ、そんな感じになっちゃいますよねというところで、こんな感じでいきたいと思います。まあ、軸は3番屋久島、ネット競馬想定4番人気。まあ、前走ね、マイルの重賞で大敗ってことでこっちを選んだというところですね。まあ、この距離のオープンではね、高度計で勝ってますし、巻き返しが期待できるんじゃないか。マイルが向かない。まあ、オープンのレベルが低かったではなくてね、まあ、そんな感じでですね、まあ、専用までの馬みたいなことで狙っていきたいと思います。まあ、そして11番テラステラ、想定1番人気。まあ、前走重賞ね、負けたんですが、これはね、敗因は重馬場の可能性が強いですよねと。まあ、前々走2着馬、この後ね、前々走2勝目を挙げた時かなのか、勝ち馬が、初勝利か、の勝ち馬が、まあ、新山記念2着ってことで、まあ、期待ができる状況。もちろんね、新山記念組がね、桜花賞、そしてその後という形で結果を全く残してないあたりは気がかりですが、まあ、一応ね、チェックは肝には入れておきたいと思います。まあ、そして4番、イチネラートル、想定3番人気。まあ、G1 では負けてますがね、1004で特別勝ってますし、まあ、前走もね、フィリーズデビュー1004で掲示板まで来てますから、肝には入れておきましょう。この距離巧者ということでね、狙ってみたいと思います。まあ、そして5番、ミルトクレイモ、想定5番人気。まあ、昇級後も掲示板一度も外してないという安定感からね、紐には入れておきたいと思います。そして8番ルガル、まあ、騎乗停止前ですからね、角田大河騎手、持ち時計上位で期待が持てるんじゃないかと。まあ、トースポの記事的にはね、他のね、さあの若手騎手はね、情報交換とかね、レースの勉強みたいな感じで言われている発表の中で、今村騎手とこの角田大河騎手はね、ただただ普通に通話してたっていうね、どっちかっていうと悪質度が高い方の、そういう騎手だけね、ちょっとあれですけども、どっちにしろね、1ヶ月は乗れないわけですから、その間に、ね、頭冷やすっていう前にね、まずは金がいるということで勝ってくる。それぐらいのね、太さがないと騎手として通用しないですからね。今日ね、勝ったのが古川騎手だけみたいですね。勝ってね、表に出てくれば逆にやじられるのは分かってるはずですからね。分かった上で、それでもちゃんと稼いでいくこと、それでもちゃんとそれを受け止めること、それでもそういうね、覚悟がね、ある騎手ってのが誰か、むしろ受け取られたのではないかいぐらいのね、騎手であってほしいなっていうところでね。この6人の中でね、今週末勝った騎手はね、ちゃんとこの後も応援しようと思います。そんなわけでね、こういった形でまたやっていきますんでね、またぜひ、この後のね、NHK マイルカップはメインチャンネル、フルガム TV で、それ以外はその他諸々はこちらでという形でやっていきますんでね、合わせてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上、チキでした。